平日アベレージ。あー緊張するな、ドキドキドキ、どうしよう。フェアリア医者のドエスけど、アベキュンどうしたの。いやさ、この後外国から来たお客様をおもてなししなくちゃいけないんだけど、俺英語苦手だからさ。いやいやちょっとずいぶん無理やりだな。そんな風に無理くり英語使わなくても外国でも通用する日本語って意外とたくさんあるから。本当に。例えばカラオケでしょ。ああカラオケね。あと例えば味の素でしょ。味の素も通用するんだ。あとは囲碁の碁ね。碁って言って通用するんだ。でこんな風に外国でも通用する日本語たくさんあるけど、中でも僕が一番びっくりしたのがこれ、班長。班長って班のリーダーを意味する班長のこと？そう、外国で班長ってのは嫌味なリーダーを意味する言葉になってるんだって。なんか面白いんだな。みんなで祝う10年目のアベレージ、10月2日金曜日、アベギグー in 日本武道館開催決定。チケットの発売日は8月23日日曜日。詳しくはアベレージ番組サイトまで。班長、うん、班長買ってきましたよ。あ、買ってきてくれた。はい、スタンガン、スタンガン、スタンガン。あれ、なんだよおい、スタンガンって。あれ、乾電池って。いや、乾電池。あ、すいません、すいません。お好きか、ほんとに。あ、じゃあ、刺しますよ、刺しますよ。危ない、危ない。何これ。あれ、ナイフ。いやいや、財布持ってきてったのは。あ、ちょっとそこにいてくださいね、今、ぶん殴りますから。いや、危ない、危ない。違う、それ何？え、ドンキ。いや、ドンキホーテだからさ、言ったのはさ、もう閉めよう。あ、じゃあ閉めますね。はい。あ、殺す気が。